金剛山、金剛山、金剛山、金剛山は、奈良県五所市と大阪府南河内群、千早赤坂村との境目にある山。かつては、高間山、高天山、高間山やカツラの霊、カズラの峰と言われていた、金剛山地の手法である。 標高1125メートル。最高地点は、桂木竹といい、御所市の桂木神社の本殿の裏にあるが、神域となっており立ち入ることはできないため、国見城跡の広場が、山頂扱いされている。他に、有室竹1 1十2メートル、大日岳竹1十9 4メートルのピークがある。大阪府の最高地点がこの山の中原にあり、その旨の標識が掲出されている。 三角点は、有室だけに設置されている。奈良県と大阪府を一望できる良好な立地条件から、奈良県防災行政無線、電源開発、関西電力などの無線中継所が、有室だけに設置されている。第二だけには、昭和20年代から警察庁の無線中継所が存在した、平成時代に撤去済み第二だけの広場、開けた場所はその跡地である。 金剛山、ロープウェイが山上の千葉や延地までかけられており、気軽に山上までアクセスできるほか、山頂付近まで林道が整備されており、山頂付近には宿や売店などもある。一帯が金剛伊まき泉国定公園に属しており、奥河内観光の一つとなっている。大阪緑の百選に選定されている。桂木山の古称は、 歴史的には南北に連なる、金剛山と、桂ツの山、山と桂木山との総称として用いられた。その第一法を高天山と称し、山と名所図へ、金剛山の別称は、金剛山を算出したことによる、山と史料とも、また金剛山天宝林寺の三号にちなむとも言われる。昭和元年、1257年の私修百因年集には、 カツラギ山派すなわち金剛山なりとある。また、貝原駅圏の南遊そぶき港では、現在のカツラギ山を指して、カツラギ、金剛山の北にある大山を貝いなが書くという、河内にては、しのみねとゴース、しのみねをカツラギというは誤りなり、カツラギのは、金剛のみねなりとある。またも通りのりながのが笠日記には、いにしえは二つ、金剛山と、カツラギの山ながらを、 カツ山にてあり県を、金剛山は寺、金剛山天宝臨寺建てて、後にぞつけられんと見える。また貝原駅県の和州巡覧記では、カツ山について、市の峰の南にあり、市の方よりなお高き大山なり、絶金剛山なり、山上に、カツ野の神社あり、山上より一丁西の方に、金剛山の寺あり、天宝臨寺と運、六房有、 山城は山となり、寺は河内に属せり。夫人はこの山によることを許さず、この山に登れば、山と河内、摂津、その外諸国眼下に見湯と記載されており、明らかに金剛王山を指している。金剛王山は、主剣道の海祖、縁の大ぬ、縁の行者が修行した山として知られている。縁の行者は、今から約千三百年前、十六歳の時から、 この山で修行し、全国各地の霊山へ駆け巡ったと伝えられる。山頂付近には縁の行者が開いたとされる、天宝林寺、新言集大五派、葛城の修玄道大本山がある。近くには一言主を祭人とする葛城神社がある。毎年七月七日の縁の行者の命日には一言主の神を祀る葛城神社と宝器菩薩を本尊とする。 天宝臨時との珍しい神仏集合の蓮華祭りが行われている。金剛山周辺には、太平記の英雄、楠木正成の城であった、千早城、上赤坂城、下赤坂城の城跡や南高誕生地など、正重ゆかりの史跡が点在している。楠木正重の菩提寺であった、関心寺には、正重が少年期に学問を収めた記録が残っている。 また古来より、金剛山鎮守と称された、建水文神社は、楠木氏の氏神であり、本殿、重要文化財は正重が再建したもので、境内にある拙者の南木神社は正重を祀る、最古の神社である。主な登山道及び、標準所要時間。現在の金剛山には、他の山ではあまり見られない、珍しい登山回数の記録システムがある。 回数カードを購入すれば、登山ごとに山頂で回数スタンプを夏印してもらえる。登山回数100回以上の混合連成会員、混合さんを高し行して東杯を連成する会には、毎年5月3日に表彰式が行われる。2005年、平成17年4月現在で最高記録者は1万回の混合登山回数が記録されている。 毎日登山しても25年以上の年月が必要となる計算である。以前は1日に複数回夏院してもらえ、1日24時間で17回往復の記録がある。現在は1日1回である。大阪市内からでも車で60分程度の距離にあるため、健康登山、回数登山の山としても有名。朝の出勤前や夕方、仕事が終わってから、 毎日登山に来る人も数多い。奈良川からの登山者は、一部の迂回ルート、台風による草が無人像に生えた道は、片道5時間以上かかるので要注意。遭難しかけることもあり、出られても日が暮れてしまう可能性もあり、上級者でないと厳しいであろう。イノシシ出没報告あり、病院にイノシシに近寄るべからず。 国見城跡山頂の広場からは大阪湾が一望できる。天気が良ければ明石海峡大橋がはっきり見えることもある。展望台からは大阪府側は関西国際空港やその向こうの淡路島も見えることがある。奈良県側は奈良盆地、また南方には大峰山を望む。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。